こんばんは、本田です。よろしくお願いします。フィジカルの面で、他のスポーツの方にちょっと聞きたいなって思ったのが、ダンスの場合はそんなに筋力、筋量、筋のパワーとかってこう調べてやることがほぼないので、ただ踊ってこう上手いか下手かみたいな感じになっていくので、そうやってこう調べることがないので、で、どういうふうにこう自分を理解して、自分の体がどうなってるかっていうのを理解することがないんですけど、結構他のそのスポーツの方っていうのは、そういうのはなんかジムとかそのトレーナーさんがついてて、そういうのを自分で理解していくもんなんですか？その筋力とか、その筋量の自分の体を知るのってどうやって知るのかなと思って。じゃあ、どういうことがある方いらっしゃいますか？例えば、シンクロだったりとか、体操だったりとかも含めて、採点競技、男子に近いような能力を要求されるスポーツなんかもあるわけなんですけども、トップになってくると、その競技の特性を知ったトレーニング専門のスタッフがついています。なので、そこと相談しながら、もしくはそのコーチと相談しながら、もうちょっとこういう動きができるようにしていきたいっていうようなリクエストを出していくことが多いですし、体操なんか、ちょっと現段階、僕があちこち出入りしてるとき、ちょっと前なんで、その時の話だと、あまりそのウェイトトレーニング的なことはせずに、筋骨隆々な筋肉もひたすら自重でずっとやってた、やることによって得られたものみたいですけども、その辺は競技特性はあるかもしれませんけども、それに、こういう動きができるようになりたい、こういうふうになりたいっていうようなリクエストに応じたスタッフがいますね。はい。これ、いかがでしょうか？荒木さん、なんか、横のつながりとかで、ご存知の話とかありますか？いや、今、渡辺先生言われたような、ことをしか僕は、知識としては持ってませんけど、これでいいんじゃないかなと思います。ですね。そういう専門見て分かるだけじゃなくて、こういう動きができるようになりたいっていうことが、具体的に出てくると、それに適したものっていうのは紹介しやすいんですよね。僕もバドミントンじゃない種目をコーチングすることあるんですけども、スキーのクロスカントリーのチームの、トレーニングを1回、2回、提供していただいたことがあって、で、見てるだけじゃ課題わかんないんですけど、僕は。ただ、こういう動きができるようになりたいっていう動画を送ってもらえたんですよ。で、その、動きに対して、普段どういうふうな筋肉を動かしてるイメージなのって聞くと、例えば、こう、棒でこう持っていきたいっていう、クロスカントリーなんて力を伝えたいっていう、それがコーヒー持っていきたいっていうイメージだったんですけど、結構逃げちゃうんですよね、力が。なので、実はこうだよねっていうような動きをまず確認してもらって、そういうふうに僕には見えるんだけども、どうも、あ、確かにそうですね。そうすると、この動きを鍛えるトレーニングはこうだから、こういうふうにやってみましょうねっていう形で、相談していきながら、トレーニングメニューを組んでいったことはあります。はい。なので、なんとなく、漠然と、バドミントン上手くなりたいって言われると、僕も結構困るんですよね。バドミントンの専門家なんですけども。でも、こういうプレーができるようになりたいとか、こういうところで体のバランスが崩れちゃうから、そこを安定させたいとかって言われるとできますし、あと実際見れば分かりますけども、はい、分かるとは言い切れないですね。でも体幹なんか一番前もちょっとこの勉強会行ったんですけども、体幹が弱いかどうかっていうのは、見ただけじゃ分かりづらいこともあるんですよ、僕の場合は。体幹が弱く見えるんだけども、それが体幹が実際弱いこともあるんですけど、トレーニングやらしてみたら結構できて、体幹の使い方を知らないだけってことも結構あるんで。なので、体幹に限らずですかね、筋力が、プレー中の筋力が弱いっていう時に、その筋力の使い方を知らないってことはありますね。はい。それに関して、的場さん、
中田さんありますか。はい、はい、お願いします。僕ゴルフが好きで、まあ、プロゴルフ、まあ、試合いろいろ見てるんですけども、まあ、今海外の選手は本当にプロゴルファーでも上半身の筋肉ものすごい選手が多くて、やっぱり飛距離の優位性が強く出るゴルフになってきましたので、日本の選手も、まあ、石川遼選手なんかは特にものすごい筋肉、去年1年で全く体が変わるぐらいの筋力がついたんですけども、やはりトレーナーとしっかり相談をしてスイングも考えた上で下半身も同時にやらないとバランスが崩れて、思った通りのゴルフにならないっていう人たちも結構いらっしゃるなっていうふうに僕も見てて思いました。ですからパワーをつけるということはものすごく大切なことだと思いますけども、バランスを崩さない程度にやるっていうのが、まあ、ゴルフ以外の他のスポーツにも共通して言えることなんじゃないかなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。うん、まずおっしゃる通りですよね。全体の動きをしっかり理解して、あとは要求する筋肉の出力の形だから、例えば筋肉の先ほど申し上げた通り筋肉の量を増やすトレーニングと、筋力を上げるトレーニングとパワーをつけるトレーニング違うわけですし、でも傍目に見ると全く知らない人が同じように見えるわけなんですよね。同じような動作で扱う重さとスピードが違かったりするだけのこともありますので、まあ、連動とかの方に行くという話は別ですけども、そうするとじゃあベースとなる筋肉の量を増やしましょうって言ったときに、もうじゃあこれ習ったからもうこれずっと大丈夫ですっていうふうに言われちゃって、しばらく延々呼ばれないなと思っていると延々それやってて、で使えない筋肉ばっか増えるんですけど、いやだからそろそろ行くよって言いましたよねっていうトレーニング内容を、ね、切り替えなきゃいけないにもかかわらず延々、いやこれ多分結構上の年代のスポーツの結構優しさなんかでもウェイトトレーニングやっても必要ない筋肉ばっかついて競技用の筋肉つかないじゃんって言ってるベテランというかもう引退された方が結構テレビとか見ててもいるんですけど、その多くはこのパターンだと思います。もう全部のトレーニングが一緒でしょっていうふうに思っちゃってるんで、その時期に応じてあったりとか、もうある程度の筋肉の量このぐらいあれば十分でしょ自分の競技は、じゃあそうそう次行きましょうっていうところをせずにどんどん続けていってしまってる例を見ている。だから筋トレばっかりしてもというのは半分は真実であり半分は嘘でありってことですかね。はい、なのでその辺のことも単なる契約だけではなくて知識に基づくちゃんとした知識、それから求めるプレーのビジョンってものを持った上で契約立てていかないと、特にね男子なんかバカだから筋肉いっぱいつくとなんかいいかなみたいな感じになって延々それやりたがっちゃいますからね。大丈夫です、近藤さん。他もはい、ありがとうございます。なんか、すごい分かりやすかったです。一回、昔、ダンスの、始めた頃に、オーナーの先生に、筋トレすんなって言われたんですよ。筋トレしないで、いっぱい踊って、踊るための筋肉を作りなさいって、すごい言われたんですよ。で、初めはそうしてたんですけど、ある時、まあ、海外行くようになったら、体が細すぎて、二人とも、なんか、薄すぎて筋力、まあ、筋バランスが悪いんでしょうね。なんか、ちょっとペラペラして見えるみたいな感じがあって、よし、体をでっかくしようって思って、めっちゃ筋トレしたんですよ。そしたら、まあ、それもただの、そんなに知識もないので、ただ単に筋トレして、ちょっとごつくなったぞ、パワーすぐに出るぞって思ったら、ちょっと持久力がなくて、すぐプスンってなって、動けなくなるっていうことも、いろいろ経験したので、あ、そういうのもやっぱこう、その時期時期に応じてやっぱり必要なその筋肉の、まあ、トレーニングですね、トレーニングの内容を変えていかないとやっぱいけないんだなっていうのを、まあ、長期的にそういうことを考えないとやっぱりいけないんだなっていうのはよくわかりました。ありがとうございます。よく筋トレの機械が変な人がよく使う例でボディービルダーの筋肉なんか使えないからねって言いますけども、ボディービルディがボディービルディという競技ですからね。アジア大会にも入っている、それはねバドミントンの筋力やったってダンスには使えないよねって言ったもんなんで
ぱりその目的に応じたトレーニングをしっかりしていく必要がありますよね。で結構今いろんなトレーニングの知識を持ってらっしゃるトレーナーがいるジムがすごい増えているので、自分のやってる種目もしくはその種目で中でもこういうプレーがしたいという理想の動きだったりとかをのシーンをまとめたりとかして持っていったりすると必要な動きを鍛えてくれる。これは筋肉の量とか筋力だけじゃなくて筋肉の動かし方も教えてくれるような方もトレーナーも増えてきているので、それに関して本当に専門家に任せた方がいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、今の筋肉の動きを教えてくれるっていうのは確かにそうだなというふうに思っていて、先日アーチェリーで銅メダルの団体で男子が取ったんですけど、その中に川田選手っていうのがいらっしゃるんですけど、それが今息子が今お世話になっているアーチェリー場の出身の方なんですけど、まあ、非常に優秀な指導者の方が一人いらっしゃって、で今ボディービルターの筋肉はボディービルのための筋肉だっていうのを言われたんですけど、アーチェリーとかも70メーター先まで飛ばす弓を引こうと思ったら非常にこう力がいるんですけども、じゃあその筋肉隆々の人が引いて放ってるかって言ったら全くそうではなくて、細身の女性とかが70メーターに届く弓はちゃんと引けるんですよね。でそこで僕はほとんど付き添いで行ってるぐらいなので弓引くことはないんですけど、その時に言われたのが指導者の方が僕の背中触ってくださいって言われたんですね。肩甲骨のところを触ってくださいって言われて、それで僕はそこにそこで手を置いてると、ここが今動いてますよね、こう腕で引こうとするんじゃなくてここにを意識して、ここを広く稼働させるっていうことを意識しながら打ってくださいっていうふうに言われて、で腕で引っ張ってんじゃないんだとか、なんかそういうことってなんか僕ら旗目で見てると腕とかそのなんか本当にこう力だけで引っ張ってるっていうふうに見えるんだけど、なんかそういう今筋肉の動きを教えてくれるようなトレーナーさんもいらっしゃいますよっていうふうに言われたんですけど、まさになんかそういうことなんだなというふうに思ってですね、特に初心者の人とか、なんですかね、客観的にこう、客観的というか、はためで見てて、なんか勝手なイメージだけついてる素人は、なんか、なんとなく見た目の動きを真似ようとするけれども、本来どこを動かすべきなのかっていうのを適切に教えてくれるっていうのは、それこそ優れた指導者のこう要素の一つなんだろうなというふうには思って今聞いてました。ありがとうございます。